はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日は、昨日やってた、地味にすごいの、石原さとみさんのヘアアレンジをちょっとやっていきたいと思います。で、今日はスカーフのアレンジをちょっとやっていくんですけど、ちょっと作り方だったりとかは自己流になるんですけど、自分でやった時に結構スカーフって難しかったりとかするんですけど、それをいかに簡単にできるようにちょっと作ってますので、よかったら参考にしてみてください。では始めていきます。はい、では始めていきます。まず分け目はサイドパートですね。で、分け取って、で、基本的に最初はサイドの髪の毛、ここを下ろしておきます。両サイド、それを下ろしといて、後ろの部分、この部分を一番最初にこういうダッカールで留めておきます。で、次にスカーフです。ちょっと細長いスカーフなんですけど、これを襟足のところから入れ込んで、頭のトップの部分ですね、で、結んで、ここで蝶々結びでスカーフを作っておきます。で、後ろの髪の毛を下ろして半分に分けておきます。で、片一方ずつ作るので、まずちょっとこっちサイドの部分の髪の毛をダッカールで留めておきます。で、こっち側から作っていきます。で、もうこの髪の毛を、サイドの髪の毛と後ろの髪の毛をもう一緒くたに合わしちゃいますね。合わしちゃって、で、大体でいいんで半分に分けときます。で、半分に分けたやつをロープ編み。もう簡単でいいんで、ガーッとロープ編みにしちゃいます。毛先までやらなくてもいいと思うんで、大体ぐらい、これぐらいで大丈夫です。で、ロープ編みした髪の毛を編んだ方向に向かって根元に巻きつけていきます。くるくるっと。こんな感じで、こっち向きに、反時計回りに巻いてるんで、その方向に向かってねじりながら根元に持ってきます。で、今日使うのが、貝印さんのピン。これで毛先の部分と根元の部分にピンで固定しちゃいます。こんな感じで、で、逆サイドの部分も後ろで一緒くたに合わせちゃいます。で、大体でいいんで、また半分に分けてロープ編みをやっていきます。今回は時計回りでロープ編みをしていますね。で、途中まで編んだら、こう編んだ方向に向かって回転させて巻きつけていきます。で、毛先とこの根元の部分に先ほどのピンをつけていきます。こんな感じで、はい、これで仕上がりです。で、今回の、ポイントというか、このスカーフを、襟足の方からこう通して結んでいくことによってスカーフがずれにくいので、結構やりやすいかなと思います。で、髪の毛の上でスカーフやっちゃうと結構スルスルと滑っちゃうので、結構それが大変かなと思うんで、下から今回は通してます。で、このピンとかも、今1本だけなんですけど、別に何本も留めちゃって止まるんであれば全然 OK なので、止まりづらい方は何本か使ってやってみてください。で、1個注意点が、ピンをやっぱりこう一発で止めたいとかって皆さん思うと思うんですけど、それを結構束、髪の毛の束をこう大きく取って刺すことによってピンが結構壊れやすくなるので、
なるべく小さい束で取ってそれを止めてあげる。でそれを何個かつけてあげると、あの結構しっかりと止まりやすかったりとかするんで、よかったらまあ普通にこのアレンジじゃなくてもそのピンの止め方って結構重要になってくるかなと思うんで、よかったらそれも合わせて覚えておいてください。こんな感じです。